お笑いコンビハリセンボンの2人と俳優の濱田龍臣さんが警視庁交通安全広報大使に任命され、交通事故撲滅に向けて安全運転を呼びかけました。お笑いコンビハリセンボンの近藤春菜さん、箕輪はるかさんと俳優の濱田龍臣さんが警視庁交通安全広報大使に任命され、交通安全を訴えました。飲酒運転は絶対にやめましょう。警視庁によりますと、今年に入って都内では交通事故で男女69人が死亡しています。去年の同じ時期に比べて21人多くなっているということです。歩行者が亡くなった事故のうち8割近くが信号無視など歩行者側にも違反があったことから、警視庁は交通ルールを徹底してほしいとしています。